まず常に劇場の中でどういうことができるかだとか、自分の表現形式、まあ、主に舞台技術とかダンスをやってるんですけども、そういった中でこういかにこうルールとか、制約とか決まりっていうのをこう踏み外していくかっていうことに興味があるので、まあ、やっぱりまずそのダンスとか舞台芸術の制約の一つに、やっぱり時間を拘束するっていう、1時間とか1時間半とか、長いは2時間とか3時間とかいろいろありますけども、そういった中で僕自分でも普段よく美術館とか展覧会とかを見に行きますけども、そういうようにいつ来てもいいだとか、自由な好きな時間にお客さんが見に来て、好きな時間自分がそこで過ごして帰っていけるっていうような、そういう舞台芸術っていうのには、まあ、以前から興味がありましたね。ただその、展覧会っていうことをもし自分でその作品、例えば美術作品だとか展示作品を作るって考えた場合に、ちょっとこう自分の中でノウハウがないなっていう、ちょっと自信がなかったんですよね。ちょっとその自分の体身体から離れてこう見に来た人にそれが伝わるような展示作品っていうものがちょっとできるかどうかっていうのがちょっと不安だったので、まずは自分の身体をその場所に置いてみたいなと考えたんですよ。でということはもう朝から晩までずっと何かやってるっていうよりか、もう毎日その場所に来て一定の時間パフォーマンスをしようっていうことに思いついたんですね。毎日やりたい作品って毎日っていうかね、毎日やりながら少しずつ違ってる作品っていうか、そういうものを選んだつもりです。まず高松で、上池拓也 と、山下団とコラボレーションで展示作品を作るっていうふうな話が最初ありまして、ただちょっとその時期スケジュールが僕が合わなくて、その時もがっつり一緒に展示作品を作るってことは無理だったんですよね。それで、まあ、上池拓也の方はその山下団のこう不在を、まあ、テーマにというか、そこに山下さんがいるはずだけどもいないっていうようなそのコンセプトでその展示作品を作ったんですよ。でただそれに合わせて僕が何日かその高松のに行ける日がスケジュールが合う日がありまして、でその山下さんが不在しているっていう展示作品の中に時々行ってパフォーマンスをするっていうふうな作品だったんですよね。過去のいろんな作品のテキストの中から言葉を抜粋をして、で上池拓也が作った美術作品の中にこうフィットするような言葉を選びまして、上池拓也の作った展示作品の中でどういう言葉の並びが合うのかだとか、どういうこう動きが合うのかとか、なんかそういうことを考えながら作っていきました。上池さんっていうのはもともと地元が高松 でこう海岸に落ちているものだとか、まあ、流木だとか、なんかこう廃材ですよね、捨てられたものなんかをこう いっぱいそのアトリエに溜め込ん でそれを使って作品を作る人なんですよね。だからおのずとこう出来上がった作品っていうのは、なんていうかこう崩れかかったものだとか、まあ、崩れかかったものによってなんかこう不吉なこう予感がするものであったりだとか、まあ、もっとこう思いをこう巡らせたらなんかこう誰もいなくなってしまったこう世界っていいますか、すごくこうそうですね、こうちょっとこう不吉な感じがするっていいますかね、なんかそういう感覚ですよね。まあ、その中でまあもともとやっぱ不在を扱ってますから、山下さんがいないということを、表すために、でさらにそのいろんなこう廃材を使っていますので、おのずとこうなんかこう暗い感じになるんですよね。で、暗いかつただやっぱりこう人間がそこに出てきてパフォーマンスするので、まあ、単に暗いものだけではなくて、そこにこう少し希望の光が見えるような言葉を
選ぶ必要がありますし、まあ、だから最初はこう少しずつその場所にあって、その場所にあるようなものを置いて落ちてあるもの、そこに並べられているようなものを直接表すような言葉であったりだとか、自然にその雰囲気に合うような言葉を選びながら、なおかつそこからこう次のステップへなんかこう希望が見えるようなこう、言葉選びって言いますかね、それたあの単純にその場所にこう沈み込んでしまわないように、こうそこからこう沈み込みつつこう浮き上がっていけるような言葉選びを示したつもりです。言葉と身体があって、なんかその言葉が、身体よりちょっと先に行ってたりだとか、ちょっと遅れてやってくるだとか、社会とか、芸術とかっていうのは、まあ、何か新しいものを作ったりだとか、すごくこうスピーディーなものだとか、なんかこう時代とこうジャストフィットするようなものがすごくこう求められているような、気持ちがあるんですけども、何かその大行進の場合は少しちょっとこうノロノロしている感じって言いますかね、遅れている感じって言いますか、こう身体とかこう言葉とか周り の, その状況があって、そういったものがいろいろ少しずつこうスピードアップするっていうよりかは、なんかこう遅れてちょっともたもたしているっていう風な感覚を作品にしていたつもりです。毎日長い長期間やることによって、その、まあ、今回あえて変えないつもりでいるんですけども、その日やったものがこういう部分でこうリンクしていいことと悪いことっていうのがこう日々いろんなこう反省が自分の中で起こると思うんですよね。だからその辺が自分の中でちょっと怖い部分でもありますし、楽しみな部分、作品がどういうふうに変わっていくのか楽しみな部分でありますし、まあ、どういうこう反応があるのかっていうようなこともありますし、基本的には変えないつもりです。ただ作品の中のなんて言いますかね、細かい部分だとかこうニュアンスだとかこう雰囲気っていうのは少しずつ変わっていくと思うので、まあやってみないと分かんないですね。自分がこうアトリエでぼんやり突っ立って、何か身体がこう感じるものであったりだとか、日々の生活で自分がこう感じたりするものをこう作品にしていってるんですけども、その作品にする過程で方法論を用いてるんですよね。でやっぱりその初演であったりとか最初に発表する時っていうのは、そのこう方法論とかこう作品のこう作っていく過程っていうのがこう前面に出るわけです。最初はもうでき作品ができた、作品を作らないといけないっていうことでこう精一杯なんですけども、ある出来上がってしまったら、じゃあもう一回自分のこう身体とかこう自分がもともと感じた感覚っていうのは何だったのかなみたいなものが、出来上がった作品をこう繰り返す中でまた思い出されるって言いますか。だから最初のスタートから作品ができて、またそれを何回か繰り返す中で再びこう自分の身体みたいなものがこう蘇っていくっていうか、こう付随していくっていうか、自分の体から作品があって、こうまたこう繰り返しながらこうまたこう自分の体がこうひっついていくっていう風な感覚がありますよね。だからそれは繰り返してやっていくと楽しいです。
日そこに出かけていって、なんかこうできるだけこう毎日なんかこう発散してるんじゃなくて、できるだけそこでにいることでなんかこう吸収したいですよね。今日もやるぞっていうか、今日も何かをゲットしに行くぞみたいな、そういう意気込みです。